さあ、この後はどこかの領事館です。知らない人が来てた。知らない人が上貸してください。え、うん、はそれで流してるリスナーさんなんだけど。あ、リスナーさん、うん、でもあんまりこんな知らない人だって、うん、が急にトイレが仕事できてトイレ書いて、うん、最悪す、最悪マジで、ね、それを今ツイキャスで流してるんだ。マジで最悪やばやば、今度はスイーツなのに。どうぞ。はい、吉田さんこんばんは、いつもありがとうございます。吉田さんとも飲みたいな。飲みたいですね。豊中行く、豊中さん、もしさ、行く機会あったら行く。はい、行きましょう。中井さんのフェイスブックで、あ、マジもしない。あ、小林さんこんばんは。皆さんこんばんは、りょうちゃんこと吉村りょうです。さあ、本日もどこかの領事館のお時間でございます。カプタナ、さあ、週の真ん中水曜日夜8時からは吉村りょうどこかの領事館です。皆さん今日も1時間よろしくお願いいたします。さあ、本日もお相手をしてくれるのは僕の大好きなおじさん山内さんです。はい、こんばんはよろしくお願いします。はい、山口さん、明るい声でありがとうございます。いえいえ、心はざわついているはずなのに。かなりざわついてる、まあ、今日スイーツなので。あ、はい、もう行っちゃったそうか、ツイッターでも行っちゃってるから大丈夫か。はい、はい、今日は楽しくいきましょうね。そうですね、おいしい話題でいきましょうね。楽しくいきましょうさあ、どっかの領事館、この番組はあなたのイベントを特別なものにアブソリュート。今入れる保険あります。有限会社アシスト各社の提供とたくさんのリスナーさんに支えられて、ここ FM 宜野湾からお届けしてまいります。さあ、電波の方はもちろんのこと、ネットの視聴される方はツイキャス、 YouTube、うん、生放送でやっておりますので、ぜひぜひツイキャスの方のコメントもよろしくお願いいたします。またアプリの方ですと、マイチューナーラジオ、マイチューナーラジオで、FM 宜野湾を選択していただけますと、こちらも電波と同じ状況で音楽も入って聴けますので、はい、こちらもおすすめです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はあ、最近あの筋トレが楽しすぎてですね、おお、やばいですよ。いいですね。ちょっとあのおかしな方向に行きそうですよ。あのああの男好きみたいな。じゃあ、なんで必ずそこに持っていこうとする。いや、そういうことじゃないんですけど、そういうことじゃないんですけどおかしな方向っていうのであいや、あのダイエット目的でもちろん始めたんですけど、はいはいはい、やなんかこの筋トレ自体が楽しくなってきまして、うんうん、はいはい、で、ですね、今週でちょうど4週間経過したの、1ヶ月、約1ヶ月経過したので、はいはいはい、今週行ってきたんですけど、この測定したんですよ、はいはいはい、改めて、はい、この最初やる時にいろいろ体重、体脂肪率、筋肉量とか、肩周り、胸周り、うん、いろいろ測ってもらったんですけど、はいはいはい、それを改めて1ヶ月経ったということで、うん、測っていただいたら、一応体重的には 2.4 キロぐらい痩せてて、ね、うん、で体脂肪率も 4% ぐらい減ってて、はいはい、すごい。で、その、あのアンダーバストとかですね、ウエストとかですね、腹周りとかですね、大体全体的に。ちょっと少なくはなってました。なんか出るんですか。出ますか。なんか出演とかするんですか。いや、そんなことないですよ。アンダーバスト測られたり。違う、本当に測るんですよ、肩周り。そういうビデオに出るんですか。違いますよ。あ、カップスは A ダッシュぐらいですけど。
あ、それをじゃあそういうビデオに出るために違いますよ、測られて。いや、そんなことはないです。そんなことはない。正確には体のね、はい、いろんな部位を鍛えた結果を確認するために、うん、はいはいはい、腕回りとか、りとか。あ、じゃあそっち系のビデオに出るっていうっていうことではないですよ。話ですか。そういうことではない。そういうことではない。はい。ああ、そっか、うん、そういう話好きねではないですよ、はい、でも面白くて、で毎回、うん、パーソナルトレーニングなんで、はい、うん、マンツーマンでついていただいて、はいはいはい、で毎回やりながら前回こうだったからっていうのも記録に残ってるので、はい、回数上げて、うん、ウェイト上げてとかってどんどん毎回変わってるんですよ。ほうほうほう。そしたら この間この5回目にして腹筋がまた進化しまして、これまでの僕がやった腹筋は、うん、こう寝転がった状態から両膝を上げて、はいはいはい、膝からすねにかけて90度こうゴロンって寝転がって膝を上げて、でその膝頭に向かって手をまっすぐ伸ばして、うん、で肩をちょっと浮かせて、はい、でその状態から腹筋するんですよ。はい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 、でそこで戻るのもそこのその状態まで。そうそうです、はいはい、あの背中はつけないつけないっていうやつを20回の3セットとかやってたんですけど、はいはいはい、それがこの間からですね、なんか違う名前の腹筋に変わって、これいきましょうって言ってやったのが、ま、うん、っすぐ寝そべって、うん、で両手も上にまっすぐ上げて、はい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 、足もまっすぐ伸ばして、うん、その状態から足と肩を上げて、はいはいはい、上に上げて、うん、でその状態から要はお尻を起点にして、うん、足と手をワッと上げて、お上でスネを触るみたいな。あ、きつそう。これもうアホみたいなのがきつさですよ。でまた戻らないんでしょ。戻らないです。はいはいはい、ベタッとはつかないです。そのまままた上がってる状態まで戻って開いて、でまたこう何ですこの閉じたり開いたりを全身でやるっていうのを10回3セットやったんですけど、あ、きつそう。死ぬかと思いました。やべえやべえレベルの分かるわ。腹筋が、僕の腹筋もそれですね。あ、そうなんですか。それその本当に一番きつい状態があるじゃないですか、はい、足と背中をつけないで、はいはいはい、でギリギリ浮かす感じで、はいはいはい、そうですね、そうですね、一番きつい状態であの10回打つんですよ、ミット。そう、これがね超きつい。はいはいはい、もうきついきつい、それは。そう、ああ、もうやってる、慣れない慣れないずっとこれだもん、慣れない慣れないでもなんかそれはでも達成感、やったら達成感、わかる、やったらね、うん、やったぜって気になりますよね。そんなのハマってますよ、うん、はい、そんな感じでちょっとあのまだ別にでもムキムキになりたいわけでも、はいはいはい、別に何かに出るわけでもないので、でもやってて思いません、まあ、そんな簡単にムキムキにならないんですよ。そうならないですよね、うん、ならないならないならない、全然なんていうんですか、やりまくればいいわけでもないっていうのも、そう休まんといけんって、休まんね、うん、筋肉を休ませてタンパク質とか栄養を取って、うん、作らないといけないっていうのを聞きながらやってるんですよ。そうなんですよね、はい、なんか難しい、ね、面白くなってきました。今日コンビニでターザンのタンパク質特集号みたいなの買ってしまいました。それはパッチ系の雑誌ですか。違いますよ。みんな分かるでしょ、ターザンって言ったらエロ雑誌じゃないよ。そっち系の雑誌は違いますよ。違いますよ。タンパク質特集、タンパク質って書かれたのになんか引かれてしまう。ああ、やばいね。やばい、ちょっとやばいですね。ハマったらとことんハマりそうですからね。そうです、ね、でもでも今なんかスイッチが入ってるので、うん、もうこのままやろうと思ってるんですけど。あ、分かる。でも続けた方がいいよね。はいはい、続けていきたいと思います、うん、はいはい、じゃあそんな感じで、今日もやっていきます。じゃあ今日のトークテーマからいきたいと思います。本日のトークテーマはスイーツ。さあ、ダイエットの話をしているのに今日のトークテーマはスイーツで、美味しいお菓子のお話をしていきたいと思います。そうなんです、意味がわからないね矛盾って。いや、甘いものはでも基本好きなので。へえ、はい、もともと好きなので。酒飲みなのに。はい。へえ、もう若い頃はあの多分バカだったんでしょうね、うん、あの20歳ぐらいの時はあの何お祭りとか行ってビール飲むじゃないですか、はい、で一緒に行った女の子が綿飴とか買って食べてるじゃないですか。え、ちょっと待って、綿飴つまみにビール飲んだりしてましたから。ああ、甘いんだよ、甘いんだよ、アホみたいな、アホみたいな、アホみたいな。ただツッコミどころはそこじゃないんです。いいツッコミ今わざと無視しましたよね。何言ってるんですか、これが僕のツッコミを。これがトークの技術です。技術スルーするところはスルーするんです。結局戻されてんじゃん。さっきはそんな感じでスイーツでいきたいと思います。若い女の子って言ってたけど、どっちかちょっと分かんない。若い時は
若いよ。あ、若い時は女の子が好きだった。いや、今も女の子が好きです。これは、このラジオは僕の奥さんと子供を聞いてるので、僕に何を言わそうとしてるんですか。奥さん、すいません、本当に。いつも。あの、リアルで、あの、直のラインでツッコミが入ってたりするんですよ。ああ、いいね。後で見て、おおってなるの。奥さん、すいません。はい。はい。気を取り直して今日はスイーツでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、さあ最初はちゃんとコーナーからいきましょう、ね、あ、コーナーいきますか。はい、え、いかないんですか。コメントいっぱい来てる。あ、そうか、皆さんありがとうございます。じゃあコメントから見てみましょう。はい、トップバッター吉田さん、そして沖縄 T シャツパパイヤさん、はい、いつもありがとうございます。こんばんは。やはりおじさん好きてん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 疑惑が生まれた。いやそんなことはない、そんなことはない。そういうビデオデビューですか。そんなことはない。エマちゃんこんばんは。そして MJ さんこんばんは。あ、MJ さんこんばんは。 BL ビデオ出演。 BL って何だろうか。ボーイズラブです。なるほど。皆さんあんまり突っ込まないでください。さらっと入れるがダメなんでしょうね、きっとね。さあ、それに、あの、これMJ さんは奥さんも聞いてるらしい。ちょっとやめてくださいね。はい、吉田さん来てます。最近水曜8時にりょーちんの声聞かないと欲求不満がたまるようになりました。ありがとうございます。そろそろりょーちん A ダッシュから B カップになった。ちょっと待って、あの、 それを聞いちゃうとこの欲求不満がたまるようになりましたが、うん、違う意味に聞こえてくるじゃないですか吉田さん。え、そういう意味じゃないですか。そういう意味じゃないでしょ。楽しみ、楽しみってことでしょ。純粋にラジオを楽しんでくれてるってことでしょ。だって前3人でほら飲んだ時に、はい、2人も最初で帰ったじゃないですか。帰ってないわ。あれ最後まで俺一人で残ったんじゃない。違いますよ。じゃあ 僕は先に出ました。でしょ、大光さん、吉田さんとね。吉田さんは置いていきました。吉田さんと帰ったはずよ。帰ってません。なんでそんなプライベートなところまで持ち込んで必ずそっちの方から回っていこうとしてるんですか。今日の山内さんちょっと心がざわついてるからおかしいな。そうなんですよ、ごめんね。もう奥さんにも最初に言っとこうね。すいません、もうちょっと今日ひどいことがあって、さっきちょっとラジオで言えないぐらいのひどいことがあって。そうですね、ショックを受けたままラジオに今取り組んでいる局長でございます。今日りょーちんちょっといろいろあの叩くかもしれないですけど、別にりょーちんが悪いわけじゃないんですけど。はい、ひぐみさん、わだあめ食べる年年頃と酒飲むの逮捕ですね笑い。違う、若い頃、僕も若い頃の話、もうみんなで。いっぱい来たね、やっぱ面白いね。ですね、沖縄 T シャツパパイヤさん、はい、早速スイートスイーツ。すいません。今月のおすすめチロルチョコはドンキホーテ限定の塩バタカマン。塩バタカマン、お、うん、塩バタカマン、カマンってなんだろう。チロル、うん、ギター、あ、バター風味の、もうダメだな今日本当に。本当にダメだな。バター風味のチョコにチーズ風味のクリームとロレーヌ岩塩の深い塩味が楽しめます。あ、まあ、美味しそうだね。美味しそうだけどカマンが分かんねえ。カマンが、カマンベールチーズじゃない。あ、そういうこと。チーズ風味だから。なるほど、はい、そうかも、うん、あ、美味しそう。美味しそうですねこれ。しかもドンキ限定とかあるんですね、チロルチョコ、うん、このパパヤさんのチロルチョコ放送集めですよね。はい、すごいね。面白いし、なんか美味しそうだなこれ本当に。美味しそう。そして MJ さん来てますよ。嫁がいるだけいいじゃないか。MJ さん、笑ってしまいました。孤独ですから。孤独って言わない。MJ さんはもう言葉のチョイス。奥さんも彼女もいないですか。言葉のチョイス。いや、わかんないですよ。わかんないですよ。そんなのは山口さんに教えてないだけかもしれないじゃないですか。本当にいないんです。そんなかわいそうな、余計こうかわいそうなになるようなこと言わないでください。今日おかしいぞ。吉田さん、店の前で、お店の前の交差点で一郎さんとタクシーを二人で待ったじゃない。ほら、そっか、一緒にタクシー待ってる中じゃないですか。何言ってるんですか山口一郎さん。俺はほら別に今独身だしフリーだから伊藤とでもなるんですけど。独身でフリーだったらボーイズでもいいんだ。
まあ、僕が気に入ればよね。気に入れば、はい。パパヤさん、塩バッターカマンはカルディで人気のスナック菓子、それとのコラボ商品。カルディでそんなお菓子があるのも初めて聞きましたね。これは要チェックですね。最近カルディ行ってないからな。コーヒー買いに行こう。コーヒーいいですね、はい、はい、という感じでございますね。まあ全体的にあのちゃんとスイーツの話してるのはパパヤさんだけ。両親がさ、だからツッコミどころが多いからじゃないですかね。それが持ち味です。何言ってるんですか。楽しんでいきましょう。そうですね、はい、はい、今日のテーマはスイーツで楽しいトークをしていきたいと思います。はい、さあそれではまずはいつものコーナーいきましょう。さあ勝手にお店紹介のコーナーです。このコーナーはりょうちゃんが勝手におすすめしたいやつをどんどんピックアップしてきて皆さんにお伝えしているコーナーでございます。さあ本日紹介するお店はもうスイーツといえばここは紹介しないといけないなと思いまして、はいはいはい、はい、で先週もそういや話してるからちょうどいいと思いっきちゃなんだ今日おかしいぞ。はい、しっかりやっていきましょう。はい、さあ今日紹介するお店はコルネとサンドのお店ピッピさんでございます。ああいいですね。はい、先週あのご紹介したピッピパーラーさんの大元元祖ですね、うん、はい、ピッピさんでございます。コルネサンドのお店ピッピさんはですね、沖縄市の、沖縄国際大学の、はいはい、道向かいくらいにあります。あのオレンジの外装がおしゃれな可愛い小さなお店になっていまして、うん、はい、でこのコルネがメインのお店なんですけれども、うん、このコルネが、はい、いわゆるチョココルネ的なやつではなくて、うん、はいはいはい、オリジナル商品なんですよ、はい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 、それが沖縄生コルネって言いまして、ですね、形としては、はい、このパイ生地みたいなサクサク食感のやつで、はいはいはい、この、うん、筒状になってまして、はいはいはい、はい、長さどれぐらいだろう、10センチぐらいかな、うん、で直径3センチぐらいの筒状のパイ生地 でただのパイ生地じゃなくて、うん、ちょっと固めのサクサク感強めのパイとクッキーの間を目指したみたいなやつなんですよ、うん、でこれは中に入れるクリームで柔らかくなりすぎないようにっていうことでいろいろ研究を重ねたらしいんですけ どでその中にいろんなクリームを入れてるものになっております。確かに、でこれが沖縄生コルネっていうお名前で言ってるように、うん、この沖縄の県産の材料を使ったいろんなクリームが入ってるんですよ。へえ。ちなみにその県産の材料で入れるクリームの種類でいきますと、うん、読谷産紅芋で島バナナ、宮古島雪塩キャラメル、いちごミルク、バニラミルク、プレミアミルク、バンホーデン、ココアチョコ、まあいろいろですね、アールグレイ、アップル、マロン、黒ごま、グリーンティーで、期間限定とかでいろいろこの宜野湾原産のタイムを使ったクリームだったりとか、はいちご、はい、だとなんかとちおとめ、いちごの時期にはとちおとめを使ったりとか、そういうのも期間限定とかでちょいちょい出てくる感じで、はいはい、いつ行っても新しい味とか美味しい味が楽しめる感じになっております。なるほど。でこのクリームがまたふわふわで、うん、なんですかね、甘すぎないんですよ。ほんのりほんのりなんていうか、もうちょうどいい甘さなんですよ、うん、でパイ生地とってもサクサクで、はい、めっちゃ美味しいですこれが。でちなみにこの日本一にもなったんですよ。おこれが、うん、2019年、はい、2年前になっちゃうんですけど、2019年の日本全国ご当地おやつランキングというイベントがありまして、うんうん、これ東京の池袋サンシャインシティ展示ホールで開催されたんですけれども、そちらに全国からいろいろな有名どころのご当地おやつがお店が集まりまして、はい、実際にその会場で販売会を2日間か3日間か行って、うん、でそこの会場にいらした方プラス、ね、インターネット投票で全国から投票をしていただいて、はい、その中で見事グランプリ。ああすごい。取ったんですよ。すごい。日本一ですよ。すごい。めっちゃすごくないですか。めっちゃすごい。しかもこんな身近に。ねえ。すごいね。もうピーピーさんの頃にはもう全然美味しいのみんな知ってるはずなので、うんうん、もう当たり前にこの宜野湾市の名産品として、そうですね。食べてたんですけども、うん、
これがまた東京行ったら日本一になったという。いや素晴らしい。こんな嬉しいことはないです。ないね、はい、ちなみに僕もその時ネットで投票とかしたんですけど、もちろん、うん、もうなんかすごい盛り上がりでしたよその時は。面白かったです、はい、でそのグランプリを獲得したコルネ、めっちゃおすすめのコルネなんですけども、はい、このお店の名前がコルネとサンドのお店ピッピと言いまして、はい、コルネ専門店ではあるんですけれども、いろいろなサンドイッチ系も置いてまして、分かる、これが美味しいんですよ、うん、またお料理が、はい、野菜系だとベーコンレタストマトとかハムチーズとか、うん、であとパニーニ、なんつうんですかね、サブウェイのサンドイッチみたいなちょっと横長のパン、丸バーガーは丸じゃないですか、うん、でサンドイッチは普通は三角とか四角のパン、はいはい、でそうじゃなくてこの長方形のパンを半分に切って中に具材を挟むような感じなんですけど、パニーニ、パニーニのやつがめっちゃ美味しいんですよ、また生ハム、アボカドのクリームチーズとかフィリーダブルチーズステーキとか、このチーズとステーキのやつとかがめっちゃ美味しいんですよ。あ、はい、であとはハンバーガーもいろいろありまして、うん、ハンバーガー、ベジタブルバーガー、チーズベジタブル、いろいろあるんですけど、あの G1 バーガーっていうのがありまして、これはもうギノワンのことです、うんうんうん、でこちらが看板商品で、これがチェダーチーズにクリームチーズにトマトソース、はい、はい、ででっかいお肉、はいはいはい、お野菜、うん、で、あの、なんです、このちっちゃい収まってる感じじゃなくて、ハンバーガーがもうお皿に一品ドンって乗ってるようなすごい、あの分厚いやつでございます。めっちゃ美味しいです。でそういったハンバーガーもいろいろありますし、でまたこのスペシャルサンドとしまして、ロースカツサンドの久米島味噌だれとか、たっぷりエビカツミルクタルタルとか、この辺はあのいわゆるサンドイッチです。この食パンを食パンで挟んで半分に切ったようなタイプのやつなんですけど、こちらもだからこの久米島味噌のタレとか、うん、はい、ミルクタルタルとか独自の美味しいソースが入ってまして、これがめっちゃ美味しいんですよ。いいですね。この辺のサンドイッチがいろいろあるのがまたすごいところで、うん、で、まあ、その日の本日のスープとか、うん、そういったのもありますし、うん、で入れたてのコーヒーとか紅茶もありますし、うん、そんな感じで軽食系の美味しいのがたくさんあるお店となっております、はい、でさらには一応オードブルも取り扱ってまして、電話注文で、うん、あの先ほど言ったパンのオードブル、はい、サンドイッチ類とか、うん、で普通のと言ったらですけど、いろんなおかずが入ったお惣菜のオードブルとか、その辺もいろいろ取り揃えているお店でございます、はい、なのでいろんなイベントの時とかにもね、このピッピーさんのオードブルを出していただいたりとか、うん、そういうのもいろいろとお世話になってますので、ぜひぜひこちらもご注文をよろしくお願いします。お店の名前なんだっけって聞いてますよ。コルネットサンドのお店ピッピでございます。はい、はい、でピッピさんは、先ほども言いましたけども、宜野湾市の、沖縄国際大学の通り斜め向かいくらいにあります、うん、オレンジ のお店です。すぐ通り歩くとすぐ分かるかと思います。オレンジの外装が目印のお店となっております、はい、ちなみに営業時間が、午前10時から午後8時まで午前10時から午後8時まで年中無休、お休みなしでございます。で、駐車場は1台だけなんですけれども、うん、はい、基本的にはテイクアウトで、でも中にはイートインスペースもありますので、うんうん、はい、そちらで食べていただくことも可能です。で電話番号の方が 098-893-2132 となっております。でまたこのコルネは5本入りとか10本入りとかボックスセットもできるんですよ、はいはいはい、自分で好きなのも選べますし、うん、最初からセットになってるやつもあって、はい、お値段もちょっとだけお得になってて、うん、でもちゃんとしたオリジナルのギフトボックスに入ってるので、はい、これもご贈答用にもおすすめになっております。はい、はい、コルネとサンドのお店ピッピさん、ぜひぜひ皆さん立ち寄ってみてください。本日紹介したお店は宜野湾市にありますコルネの沖縄生コルネ、日本一になった沖縄生コルネのお店、コルネとサンドのお店ピッピさんでございました。
みんちゃんのリクエストで後でかけましょうかね。あ、じゃあロールさん何かどうしようかなちょっと思ったんですよね、微妙かな、大好きなんですよね、ロールさん久しぶりに聞きたいなと思ったんだけど、そっか、どうしようかな沖縄のさ、本当に古いやつはなかなかないの。あ、そうですね、インディーズとかだからっていうのもあるんですかね、うんうん、欲しいな、ないっすね。じゃあさ、これ、何流すかっていうのを、うん、途中で行っても探しきれないから、はい、はい、君も青いんですよ、青。うん？青。青？はい。なんで青？最近のやつ。急に？はい、いいよ。何？青の。うっせぇわ。うっせぇわの次の次。次の次。どうするした？はい。リクエスト来てるよ。どうするの？リクエストもやりましょうね。違う。今も。どうですか？さあ、どこかの領事館をお送りしております。本日のトークテーマはスイーツでございます。はい。さあ、山下さんはスイーツって言われて何か思い出すものありますか？僕は基本的にスイーツって食べないんですけどほぼほぼもう全て拒否じゃないですかただカフェのスイーツとかは、はい、あれ700円ぐらいするじゃないですか。まあ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 高いじゃないですか。高めですよね。あれはやっぱりでも美味しいなと思いますね。あ、甘さ控えめだし、はいはいはい、で雰囲気もいいですしね。雰囲気いいし、そういうところで食べるとね。でめっちゃ甘いってないじゃないですか。なんかしこの素材を生かしたり、うん、はい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 、確かに確かに、そのお店お店のね、そう、しつこい甘さがなかなかないんですよ。ないないない、あのいわゆるアメリカ産のそう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 ケーキ屋さんのケーキとかみたいなやつではないですもんね。ああいうのはやっぱちゃんと食べれますね。うん、わかります、美味しい。なんかね、チャタンのカフェ、はい、前あのまだこう彼女がいた時にチャタンのカフェによく行ってたんですよ、一緒に、はい、そこのチャタンのカフェって言っても、 あっち本当に新しいところのチャタンのカフェ、はい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 、あっちが美味しかったお名前も一切言ってこない全然情報なしじゃないですか、ごめんなさい。でも最近さ、僕の話しなくてももうメールもいっぱい来てるし、はいはい、あのコメントもいっぱい来てるんですよ。ありがとうございます。ナルトラさん来てます、ね、はい、今僕もびっくりしました。この後のフリムーンのテーマ、好きなスイーツです今日スイーツ特集ですね、FM ギノワンさん。じゃあナルトラはもうこっちに、こっちのコメントで全部出してください今日考えてたやばい、このネタを。もう後がやばくはい、大丈夫です沖縄 T シャツパパヤさんピッピのサイト見たらお腹が空いた。なあ、そうそうそう、美味しそうなのいっぱい載ってるんですよ、うん、はい、前回もね、皆さんがサイトとかいろいろで見れるよって言ってくれてたんですけど、はい、はいはいはい、で全国発送もしてますので、うん、コルネ、はい、ぜひぜひそちらも見てみてください。おすすめでございます。はい、そしてですね、この方来てます。ちょっとスイーツと関係ないんですけど、はい、いいですか、進撃のめいちゃん、今気づいたけど今日の両親疲れてる感じが伝わる。よんなよんなですよって。どうしたんですか？そんなことないですよ、めいちゃん。大丈夫よ。ありがとう。気にしてくれてありがとう。疲れてるっていうのはね、疲れてないですよ。リスナーさんにこうバレるっていう、これはどうなんでしょう。バレるっていう言い方をしたら本当になっちゃうじゃないですか。そうじゃないんだよっつってんのに。そうそう、今日来た時から元気でしたけどね。うん、元気ですよ。はい。元気だからこんな心がざわついてる山内さんを受け止めきれるんですよ、笑って。ああ、元気じゃなければこいつ何言ってるかって思う。そ
ういうことですかね。そういうことですかね。残念。はい、今日はですね、幸せアットさん、ピカチュウさん、CD ですよね。はい、ありがとうございます。ぜひ好きな CD を教えてください。ね、はい、そしてラントさん、ハイタイと来てますね。はい、ハイタイ、よろしくお願いします。出ました、ひふみさん、ごくんちょうさん、沖縄県は7月4日まで緊急事態宣言延長を発表した。マジっすか。まあもうなんか政府がその意向っていうのはちらっと聞きましたけれども、まあ、100人超えてるからね、はい、まあ、しょうがない。まあ、ちょっとは減ったといってもね、まだまだ最悪な状態ですからね。そうね、まあ、皆さんみんなで頑張っていきましょう。そこは入院できないらしいから、ね、しょうがないですよね。ひふみさんが番が悪いみたいな言い方やめてって。マジでひふみさんありがとうございます。いやいや、最新ニュースです、ありがとうございます。ちょっとここで言わんでいいんですか。さあ、メールも来てます。あ、本当ですか、ありがとうございます。今日も朝かって思えばもうこんな時間。りょうちん、山内さん、こんばんは。こんばんは、めいちゃんです。緊急事態宣言再延長、7月初旬まで沖縄だけ延長な、仕方ないことですね、うん、早く落ち着いて FM 宜野湾観覧来たいな。今年開催予定の那覇マラソン延期、今年もオンラインマラソン大会として開催、10月頃の那覇祭り中止な、今年も自粛イヤーになりそうですね。そうですね、というこんなことを忘れて今日のテーマスイーツ、はい、FM 宜野湾のスポンサー宮平乳業、これはひふみバーのスポンサーですね、宮平牛乳と、沖縄ファミリーマートのコラボシュー、牛乳のクリームシュー、美味しそう。画像添付しますがこんな感じです。めちゃくちゃうまくて美味しい、素晴らしい、しかもリーズナブル、一部取り扱いない店舗もあるので気をつけて。ではダイエット話してからの食べ物話ってなんかって思ったところから送信。ありがとうございます。あ、128円って、あ、安っ、本当だ。プリン、プリン、え、シュークリーム、シュークリームか、めっちゃプリンが頭に浮かんでた。しかも俺普通にシュークリーム普通に喋ってるあれで返しちゃったね。すいません、すいません、僕がすいません。飲んでる感じだったね、ちょっとおかしいぞ。はい、シュークリームはどうですか。シュークリーム、うん、僕大好きだったんですよ。ほうほう、子供の時に、うん、この地元の実家の近く の、はい、あの風月堂さんっていう、うん、この洋菓子店があって、昔ながらの、ほうほう、そこのシュークリームが、うん、この生クリームオンリーのシュークリームだったんですよ、うん、それがなんか超美味しくて、めっちゃ大好きでしたね。で、大人になってきて、うん、他のところでシュークリームとか買ったら、うん、この中にはちょっとカスタードが入ってたりとか、なんかちょっと甘さが強かったりとか、うん、いろいろあったんですけど、はい、なんかそれよりもその子供の頃に食べてたシンプルな生クリームオンリーでちょっと甘さ控えめのやつがめっちゃ美味しかったなと思って、それがずっと大好きでしたね、子供の時。甘さ控えめだったんだ。はい、あ、いいね、美味しかったんですよ。僕シュークリーム好きなんですけど、やっぱ言ったように甘さ控えめがいいですね。うんうんうん、もうベッタベタする甘さはもうちょっと勘弁してほしい。でも一応そっから多分僕クリ生クリーム好きになっているので、お、はいはいはい、だからミスド行っても、うん、あのエンゼルクリームって言って、この穴開いてないドーナツに中にクリーム、生クリームがたっぷり入ってるやつ、あれ美味しいよね。 あんなのが好きなんですよ。あれは甘いけど美味しいな。子供とケーキ食べててもあのクリームだけくれるんですよ。優しいね、普通逆なのに、ね、でもあれですね、ミスドで言えば確かにポンデリングとかも美味しいので、はいはいはい、割と好きかもね。ほら、いけてるいけてる、いけてるね、思い出さないだけなんです。結構シンプルなのが好きなのでミスドは、うん、だからあの普通のオールドファッション、あの本当にあの何もついてないやつがあるじゃないですか、チョコみたいなやつ、チョコも何もついてない、茶色いやつ、茶色いやつ、あ、分かんない、え、何の飾り気もないやつがあるんですよ、オールドファッションって。それか本当にエンゼルクリームかみたいな感じです、めっちゃ甘いのと甘くない、まあ、生クリーム好きのやつと、うん、あのとてもシンプルな、はい、飾られてない飾り気のないやつみたいな感じですね、ミスドとか行ったら。なるほど、うんうん、それとまたコーヒーとね、ホットコーヒーが、うん、あ、分かる、合うんですよね、え、コーヒー飲むよね、はい、なんで飲むのね。いや、分かるんです。この間、この最近ですね、うん、コーヒーミルを買ったんですよ。
コーヒービラの豆引くやつ、はいはいはい、であのキャンプとかで、うんうんうん、あの外で飲みたいなと思って、はいはい、そのなんですコンパクトで、うん、このシンプルなあのステンレスでできたやつを買ったんですよ、はいはいはい、で、初めてコーヒービラ買ったんで豆もちょっと選びに行って、はい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 、でお友達がコーヒー屋さんがいらっしゃるので、うんうん、そこに行って豆あの選んでもらって、で初めて家でこうゴリゴリ引いて、うん、これぐらいやったらこれぐらいの粗さかとかいろいろ試しながら、うん、こう楽しかったっす。へ、はいはい、いいっすね。ドリッパーもちょっと折りたたみ式の外に持っていけるようなやつを買って、あいいね。でもそういうの、うん、なんかできそうです、楽しく。あいいっすね。ぜひ今度飲ませてください。はい、キャンプをしましょう。キャンプで飲みましょう。そうだね、はい、外で飲んだら絶対うまいっす。この方も来てます。はい、他の領事館って、リスナーの皆さん、山内局長、両総領事、こんばんは。うま、筋トレいいですよね。自分はホームジムでしてましたよ。今は分け合ってできなくなりましたが、筋トレしたくてしょうがないです。おすごい。スイーツはやっぱりサーターアンダギーでしょ。アコリンさんです。ありがとうございます。アコリンさん、ありがとうございます。すごい、なんかこのカープボーイさん以外に僕に総領事ってつける人がいるんだなと思って今ちょっとびっくりしました。サーターアンダギーってさ、やっぱスイーツに入るのかな。いやでも沖縄の伝統的なお菓子だからいいんじゃないですか、全然、まあね、はい、サーターアンダギーもなんかその作る人、作るお家のなんかありますよね。違うよね、大きさとか味とか、ね、うんうんうん、あれも不思議ですね。不思議、あれいい、あれもいいな。でも普通にケーキもいいんだよ、ケーキも。サーターアンダギーはでももう1個が限界はない。大きいのは確かに、大きいのは、うんうんうん、ちっちゃいのはあるじゃないですか、なんか最近おしゃれね、はいはいはい、あれぐらいでいいね。あれも全然美味しい、美味しい、ね、ちっちゃいやつなんかね、外がちょっとカリカリめなやつがあるじゃないですか、はいはいはい、あんなん、あれ美味しいですよね。いいですよね、分かる。やっぱ外カリカリがいい。ちょっとおじさん2人でサーターアンダギーで盛り上がってるのがちょっとつぼってしまった。なんでシュークリームで盛り上がるよりはいいんじゃないですか。そうですか。そうですかね、分かる。シュークリームでもいいんじゃないですか。幸せさん来てます。あ、ミニミニ動物園のシュークリームおすすめです。ああ、はいはいはい、有名、美味しいですよね、うん、あち、なんです、養鶏場なんですよね、もともとね。卵屋さんなんですよ、もともとで卵を飼っていただきたくて、うん、でなんかこのご主人の趣味が高じて動物を飼ってたのを、あ、じゃあこれみんなに公開したら来てくれるんじゃんっつって始めたらしいです、うん、すごいね、はい、だから入場料無料じゃないですか。無料だけどお土産コーナーに行ったらいろんな卵とかシュークリームとかケーキとかいっぱい美味しいのが売ってて、うん、あれすごいシステムですよね。すごいよね、真似できないですよね、うん、趣味であんなに買えないですから、まず。だってもう趣味でさ、あれやってるっていうのがもう買ってないよね。だって趣味であれやってるでしょ、あのダチョウとかいるでしょ。うん、いますいますいます。意味がわからない。ゾウガメとか、ね、なんかでかいので、なんかなぜかガメラのでっかい銅像があったりはしますよね。あったっけ。なんかよくわからないな。猿とかいるしさ。いるいるいる。で、凶暴なヤギがいたよ、お前。え、うん、死に怒ってるヤギがいた。なんか前に、ちょっと話それるんですけど、うん、僕はさ、そんな感じの、いろんな動物を飼ってるお家が無料で見せてくれるところが読谷にあって、で見に行ったんですよ、うん、読谷の戸口の方にあって、うんうん、そしたらあいつがいました、あのもののけ姫に出てくる、名前が思い出せないんですけど、うん、主人公の男の人、パックルみたいなやつ、そうそう、うんうん、主人公の男の人が乗ってるでかい鹿みたいなのがいるんですよ、はいはいはい、あれがいました、全くあれでしたよ、本当に牛ぐらいでかいけど鹿みたいな顔してて、あの角が、長い角があって、ヤックル、そうヤックル、ヤックル、ヤックル、そう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 、そ、あ、もうまさにそいつだっていうのがいました、びっくりした。あれじゃあ実在したんだね。したのかモデルなのか分からんですけど、めっちゃでかかったですよ。鹿ってそんな大きくないじゃないですか、うん、基本だけど本当に牛ぐらいの大きさの鹿の形してるようなやつがいて、びっくりしました。すごいな。コメント紹介していっていいですか。はい、お願いします。吉田さん、隣町にミスタードーナツ1号店あって、1号店開業当時のメニューも売られてるんですが、うん、大半がめっちゃシンプルなメニュー、コーヒーに対してあくまでもサブ的な感じ。うーん、なるほど。ああ、でも1号店ってすごいですね、大阪なんですね。行ってみたいな。行ってみたい。あ、そうでもないけど。さあ行きます。沖縄 T シャツパパヤさん、趣味でダチョウ、ダチョウの卵で目玉焼き作ったことあるけど4時間かかった。グリとグラみたいにカステラにすればよかった。なんでダチョウの卵が手に入るんですか、この人は。そこが
まず疑問よ、エピソードに事欠かなす、しかも4時間かけるの、だからね、普通に、いや、え、普通に目玉焼きって焼くだけでしょ、うん、4時間かかるの、どういうこと、なんかでも美味しかったなんかゆで卵みたいなのは食べたことあるんですよ、ネタ帳の、でも、いや、なんかね、大味でした、やっぱ臭そうなのか、いや、臭いとこはなかったと思うんですけど、本当、大味、なんていうんですか、この大雑把な感じでしたダチョウの卵は4時間ぐらい加熱しないとダメなんだそうです。すごいね、めっちゃでかいフライパンでめっちゃ薄くなるしだからね、大きいですもんね、大きいよ、あれだって金槌とかのみでしか割れないんでしょ、うん、やば、りょうちんなんか手に入れれないですかね、ダチョウの卵、なんで急にその方向に来たんですかなんかりょうちんに何かしてほしいの、スイーツの話じゃないですか、スイーツの話じゃないですか、川平さん、しかますってきてますありがとうございます、久しぶりですね、スイーツ久しぶりです、川平さん、話ありがとうございます、はい、どうすか、何ですか、りょうさんはスイーツの話、はい、あのね、僕あのプチスイートさん、北中になるんですかね、中城、プチスイートさんってあるじゃないですか、ケーキ屋さん、あそこ好きで、うん、で、あそこのロッシェブラウンっていう、うん、なんていうんですか、周りが石垣みたいな、はい、って言ったらいいのかな、なんか黒い表面に白いこの塊、石、本当に石みたいな塊がゴツゴツついてるのが周りを飾ってて、うん、上はもう生クリームで、はい、っていうなんかロッシェブラウンっていう確かケーキがあるんですけど、うん、それがめっちゃ美味しくて、うん、で一時期ハマってたんですよ、うん、したら披露宴、自分の披露宴の時に、うん、長男の1歳のお祝いも一緒にやったんですよ、うん、披露宴の中 で、うん、でその時にうちの奥さんがそこ そのプチスイートさんにケーキをお願いして、ウェディングケーキ、ウェディングケーキではなく誕生日ケーキ、この披露宴でやる誕生日ケーキ、でっかいのをお願いしたいってなって、うん、あ、じゃあいいんじゃないんじゃない、お願いの やってねって言ってお願いしたんですよ、うん、そしたら当日その今言ったロッシェブラウンってやつの縦横70センチぐらいのでかい特注のやつが来てて、はいはいはい、会場に、うん、でそれでちゃんとみんなでハッピーバースデーやってもらって、誕生日やったんですよ、自分息子の ね、 いいですね、でその後本当うちの奥さんはそれをそのまま切っていただいて、うんうん、会場の皆さんにどうぞってやる予定だったんですけど、はいはいはい、それがどうやらうまく伝わってなくて、うん、そのまま片付けられてしまって、持って帰ったんだ、で披露宴が全部終わった後に、はい、僕たちはもちろん二次会とかがあるので行くじゃないですか、うんうん、お客さんのところに、でその現場を任せてうちの弟のところに、うん、会場の人が申し訳なさそうに、うん、ケーキ残ってるんですけどどうしますって持ってきよったらしいんですよ、丸ごとしてたらもう持って帰るしかないけど、うん、持って帰ってもそんな入る冷蔵庫も入るわけないじゃないですか、はい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 、だから結局なんかうちの仏壇の前に備えられて翌日出ろってなって、いや誰も食べれなかったっていう、これしょうがないよね、りょうちんが悪いですよね、ちゃんと伝えない、じゃあ奥さんにお願いしたんです、あ、奥さんのじゃああれですか、奥さんに、まあ、奥さんのせいにチェックできてなかった僕が悪いですね、山内さんそうでしょ、今奥さんのせいにしようとしました、違う違う、そんなことはないです、そんなに言ってるんですかそうかなひふみさん、はい、こんにちは、石にもした砂糖菓子、あ、それですよ、それだ、あれ考えた人天才、ごっくんちゃん、ロッシュブラウンのことですよ、そうか、俺はもう想像もつかんな、ただよく言ってましたよ、あっちは、どうです、プチスイート、プチスイートさん、これ言っていいのか分からないですけど、はい、プチスイートのあっちの人がですね、はい、番組持ってたんですよ、あ、そうなんですね、そう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 、前にタレントの方も働いてましたよね、アルバイト、沖縄のタレントの、あゆかちゃん、お名前ごめんなさい、ちょっと覚えてないですけど、ハーフみたいな人、女の若い可愛い女の、あゆかちゃんだったんですよ、が働いてましたよね、そうそうそう、あれは講座でもって、あ、そうなんだ、そうそうそう、テレビとか出てましたよ、よく、そう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 、まあ、じゃあその方かな、はい、すごい多いと思って、めっちゃ可愛い、これマスクしてね、うん、対応されてるけど、うん、それでは隠しきれないなんかオーラが出てました、タレントのオーラが、それで通った、違います違います、もう一個もう一個言っていいですか、はい、どうぞどうぞ、ケーキハウスナシロさんっていう、うん、
ちなんて言うんだろう、裏西、裏西かな、うん、裏添え、裏添え市前田西原なんかあの辺りに道沿いにあるんですけど、うん、ケーキハウスなしろさん、そっちは生クリームがめっちゃ美味しくて、だからショートケーキとかそういうシンプルなやつが超美味しいです、うん、生クリーム好きとしてはぜひおすすめしたい。なしろさん全然食いつかないいや行くよ行くよめっちゃなん急にプチスイートあんなにグイグイ来たのに、なんでなしろ知らんからさ本当にあれなんだね、なんすか、デージ好きなんだねスイーツ。まあまあ、うん、はい、甘いもの、甘いもの好きですよ基本的に。だってさプチスイートとか有名だから、はいはい、分かるじゃないですか、はい、だけどこのマニアックななしろさん、マニアックじゃないですよ全然。あ、そう、はい、多分皆さんあのスイーツ好きの方とかケーキ好きな方は分かると思います、うん、だからケーキ好きな人たちが分かるようなとこでしょう僕らほら一般人では分からないじゃないですか分かりますよ近くに住んでたらきっと。近くでしょそりゃそうでしょパパ屋さん来てますよ、はい、子供の頃はケーキとか来客といえば石川のプティフール一択だったな。今もあるかなって思って調べたらまだあった。ありますよ、僕こっちも取材したことがあって。あ、そうなんですね、うん、美味しいですよね。プティフールさん今3店舗4店舗ぐらい多分ありますよね。あ、そう、はい、うちの家の近くにもあります。へえ、うん、あ、具志堅でしょ。そうそう、あるよね。あります、わかる。確か3店舗4店舗かぐらい確か、はい、今されてるはずです。美味しいですよ、プティフールさん。スイーツ送りましょうかってよ、パパ屋さんが。ぜひぜひお願いします。りょうちもなんかじゃあ送ってよ。送りましょうね。何送ろうかな、ちょっと美味しいの、美味しいのを考えます。そうね、タイムオクタギのタイムパイあ、タイムパイ、うん、いいっすね。いいんちゃう、美味しいじゃないですか。はい、いいかもいいかも、はい、いいです、はい、パパ屋さん、贈り物を交換しましょう、ひーふーみーさんが送った生クリームは各メーカーで味が違っててそれぞれ美味しいんですよ。さすが、ひーふーみーさん。ひーふーみーさん分かるの？ミルクのプロです。あ、そっか、ミルクのプロです。そうさっきのプティフールさん、あのパンも美味しいですよ。パン、なんか食パンも売ってるんですよ、ケーキ屋さんが作った食パン、めっちゃ美味しかったです。はい、見てっぱいです。何ですか自分のところの商品じゃなくて普通それ思うよねそういえばほら、そういえばじゃんあれはスイーツなの？ポップコーンですか？うん、ギリ違う、どうでしょうね。スナック菓子、ポテチはスイーツなの？ポテチは違うんじゃないですか。なんか甘くないから。スイーツって甘いからスイーツでしょ。そうですね。でもなんかちょっと違う感じがしますね、言われてみると。え、なんで？え？どういうこと？なんで？スイーツに入れたいとは思わないの？チャンスはなんていうの、この要は スナック菓子的な、はい、これ普通にスーパーで売ってる袋に入ってる、はい、甘くもないし、うん、原料ポテト、うんっていうのと、うん、いわゆる僕たちが今想像しているスイーツって、はい、職人さんが作ったケーキだったり、うん、ドーナツだったり、まあ基本甘いですけど、もちろんクリームパンは菓子パンスイーツではないと思いますそっか、結局スイーツって何だって話だね、はい、職人さんが作って甘いお菓子じゃないですか。いや、だってあのローソンとかで売ってるやつ、あれ職人さんで作ってるかな。きっと工場に職人さんがいるんですよ。職人さんの腕を同じようにできるロボットがやってるんですよ。いやいや、職人さん監修どうだろう。あ、スイーツはケーキやプリンなどの甘い菓子だそうです。 ありがとうございます、はい、ちゃんとした答えおじさん二人でああでもねこうでもねさあ曲って大丈夫です。できそうですか、うん、じゃあそろそろ曲もいきましょうね。じゃあ本日のチョイスした曲は Ado さんのレディメイドです。この人めっちゃ歌うまくないですか？この Ado、 Ado うっせーわの人、うっせーわめっちゃ歌うまくないですか？すげーな。あの声がかっこいいです。18歳ですよ、うん、表現力、緩急の付け方、面白いなと思って。ロックなんですよ、ロック、全部ロックなんですよ、しかも。あ、確かに面白い。
八夜と思ったら、その後も来たからすごいな。確かに確かにね、うん、でもなんか今の多分若い子たちに合ってるんですよね、うん、その要は顔出しとかではなくアニメとか使ってて、うん、でも曲はこんなに歌は上手くて、でも内容は辛辣でとかいろんな要素がいっぱい入ってて面白いですよ、うん、すごい良かった曲だって。ゆんちゃん、俺ももう、はい、なんかりょうちんじゃない、れいちゃん。今日ダメだな。やっぱさ、相当なんだよ、相当引きずってますね、引きずざわついたまま入ってしまったので。そうそうそう。あれはきつかったかな。めっちゃちょっと曲あのゴタゴタしてて今になくした。一緒だよ。一緒かもしれない。りょうちんのとこのあのあれ食ったらいいじゃん、ポン。はポップコーン。ポップコーンも送りましょうね。絶対そっちがいいよ。一応発送送りますよ。タイムファイル。なんでタイムファイル。だってさ、絶対美味しいじゃんね。高橋さん、あれ酒のつまみ最高。ありがとうございます。ちなみに小座の封鎖町納税の返礼品が入ってます。オリジナル T シャツ好きです。ポップコーンのオリジナル、ポップコーンのオリジナル T シャツが付いてます。なんでそれは来てこないの。なんで来てこないの。なんででしょうね。あんまり好きではない。そんなことはない。今日の山本さんは闇が深い。ほらすごいけど、ぜひ。はい、あれも一応どんな新一感も高屋さんには行った方がいいんじゃないですか。ポップコーンさん、いやいや、あの送ってくれる、送ってくれるやつ、うん、いや高屋さんのところにあるやつがあったですね。こっちの会社じゃなくてこの愛知県の。そう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 、なんかおすすめがあれば。愛知県にもいっぱいありそうな気がする。ウィンドウぐらいしか思い浮かばないので、あれもスイーツ買おうかもしれない。あれ甘いの。甘い、美味しいですよ、ウィンドウ。じゃあ愛知のスイーツ買おう、郷土スイーツ。うーん、だからサーターアンダギみたいな。そうそうそう、うちが僕たちがね、そのチーズポーとかなんとかって言ってるような、よくウィンドウもあるし、うん、美味しいのがいいです。ネタに走ったのをお願いします。ネタもめっちゃ見たいですね。パパヤさんネタに走ったのが絶対面白いです。だって美味しいのがほら、そうっすね、食べられるから。そうっすね、うん、ネタに走ったのはなかなかないです。パパヤさんのセンスを、ね、感じれる。全然あれしてない、喋ってからこないし。もみじの天ぷら。エコさんがなんか持ってきた。さあ本日もどこかの領事館をお送りしております。今日のトークテーマはスイーツでございます。皆さんからコメントもいろいろいただいてます、ありがとうございます。吉田さん、うん、大阪にはもみじの天ぷらっていうそのまんまなスイーツがあります。え、天ぷらで、そのまんまってどういうこと。天ぷらでスイーツ、ねね、不思議、なんだろう。みんながすごくコメントで盛り上がってくれてるのがめっちゃ嬉しいです。そうですね、すごいな。もみじの天ぷらっていうのが謎すぎて、ね、やっぱ大阪行った時に吉田さんに案内してもらいました、うん、そうですね、日本茶に合うスイーツ。そう、今日なんか日本菓子の日、あ、そう、今日和菓子の日、和菓子の日らしいです。はい、なんか全然偶然なんですけども、これで選んだわけでも全くないんですけど、うん、はい、今日はなんか和菓子の日と言いまして、もともとなんか菓子、これ年号ですね、この平成とか昭和みたいな年号で菓子っていうのに変えた時に、その時にこのお菓子をお供えして
っていうのがなんか恒例行事になったらしいんですよ。それをちなんで、昭和54年に、うん、全国の和菓子協会の方でこの和菓子の日っていうのに制定したそうです。6月16日をね。素敵な、はい、本当にたまたま、はい、僕これ全然知らなかったんで始まるまで、はい、びっくりしたんですけど、はい、メールも来ております。あ、ありがとうございます。スイーツとは関係ないですけど、はい、動物の話で思い出しました。はい、マコリン実は、はい、動物園から逃げ出した猿を捕獲して全国ニュースに出たらしい。本人は見てないからわからない。捕獲はしたんです。捕獲はしたみたいです。すげえやつだ。すごいね。どんねってやるわけ。ただのバイク好きじゃない。すごいな。すげえやつだな。やべ。あ、すみません、今日告知、今日も一つやっていいですか。はい、毎週毎週今毎度になってるんですが、宜野湾市商工会青年部の方で宜野ゾンという、うん、まあ、イベントをやっております。今コロナ禍の中でも皆さんで盛り上げていこうということで、はい、宜野湾市内の美味しい飲食店さんにお願いして特別なお弁当を作ってもらって、宜野湾市役所の方で毎週末金曜日に販売しております。うん、はい、今週金曜日6月18日も11時30分頃から宜野湾市役所別館入り口にて販売会をいたします。うん、前回も前々回もですね1時間経たずに完売してしまっているので、はい、あ、僕コメントに書いたじゃないですか、はい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 、あれ金曜日じゃなかったかも。あ、そうなんですか。うん、でも毎回でも早いんですよ、売り切れちゃうのが。うん、だって12時半には行ったんだよ。あ、もう売り切れてますね、その時間だと。マジ、はいはい、誰もいなかったから。あ、じゃあ別日だったんですかね。別日だったかもね。でも毎回そんな感じで1時間も全然経たないうちに終わっちゃってるので、うん、ぜひぜひ皆さんご興味のある方、はい、ちなみに今回はフィッシュテイルさん、うん、でドーナツ&ランチのオリーカフェさん、あ、オリカフェで、ワインと日本酒炭火焼きのキッチン太郎さんが特製お弁当を準備してくれることになっております。ぜひぜひ皆さん金曜日は宜野湾市役所の方に遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。さあ、今日スイーツでお送りしましたどこかの領事館もあっという間にエンディングの時間であります。はい、めいちゃんリクエストいただいた曲かけ連絡ってすいませんでした。めいちゃん怒られるよ。すいませんでした。うん、小平さん、タルトタタン食べるって。タルトタタン、あ、なんか持ってる、なんかめっちゃ美味しそう。俺はいい。さあ、どっかの領事館、本日も1時間ありがとうございました。コメントくれた皆さん、聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございました。また来週、週の真ん中水曜日夜8時にお会いいたしましょう。本日もありがとうございました。俺はいいって言っちゃった、普通にごめんね。こっち急にタルトタタンを呼ぶだって見たらさ、もう甘そうだもん。あ、なんでしょうね、タルトなんだ、タルト。いや、ずっと違うと思ってんのよ。